はい、皆さんこんにちは、あみです。今回はキャンメイクのメルティールビナスルージュのティントタイプが新しく出て、でお値段が800円、こちらね個人的に気になったのでデビューしていきたいと思います。 Amazon で注文した後にドラッグストアに必要なものをね買いに行った時に普通に店頭に置いてあって、まあ自粛中ということでね、コスメをね外に買いに行くのはどうなのかなというところがあって、 Amazon で注文してたんですけど、この一番人気のこの2番がベージュ系の色味なんですけど、これだけめちゃくちゃ届くのに時間がかかりまして、なんだよ今買った方が早いやんと思ってたんですけど、ようやく今日3色揃ったのでレビューしていこうと思います。メルティルミナスルージュはもともと売っているんですけど、今回新色の3色がティントタイプで新しく出ました。 T の1番から紹介していきます。こんな感じでね、ハート型になってるんですけど、1番はオレンジ系の色味です。そして2番、ベージュ系の色味です。そして3番がレッド系の色味です。はい、こんな感じで、見ていただいたらわかると思うんですけど、ティントにありがちな蛍光っぽさっていうのが結構少ないかなっていうのと、こちらねレッドなんですけどちょっとピンク味が入ってて柔らかい赤みたいな感じなのと、こっちもオレンジなんですけど、なんかどきついザオレンジっていうよりかはちょっとコーラルっぽい色味で、ベージュ系はすごいねミルキーな感じの色味になっています。で今回ティントタイプということで色残りがしづらそうなこの2番のベージュ系から塗っていきたいと思います。この色めちゃくちゃ私好きそうですよね。じゃあ塗っていきたいと思います。うん、めちゃくちゃ可愛くないですか？すごい可愛いこの色。メルティルミナスルージュっていう名前だけあって結構ツヤ感があってとろけるような感じの柔らかいルージュなんですけど、でティントタイプということでね、どのぐらい色残りがするのか結構塗って、今まだ30秒1分未満ぐらいだと思うんですけど、ちょっと撮ってみますね。こんな感じです。ちょっと口の周りのファンデーションが剥げてきてるんですけど、なんかそんなにやっぱ2番は強くないかな、色残り感は。でも若干色がやっぱついてくれる感じはします。でじゃあ次にコーラル系をね塗っていきたいと思います。こちらですね。結構見たまんまの発色に近いかな。でも塗ってみるとすっごいオレンジっていう感じでもなくて、やっぱコーラルっぽい感じ、ザ・オレンジっていうよりかはピンク味も入ってて塗りやすい色味だなっていう感じがします。まあ私基本的にこういう、なんだろうな、濃いめの色っていうのをそんなに普段塗らないので、まあ、新鮮な感じはしますけど、可愛いです。撮ってみたいと思います。可愛い。しかもね、保湿感も本当にちゃんとあるので、ガサガサな唇でも塗れる感じがしますね。撮ってみると、こんな感じです。まあ、結構私早い段階で撮っちゃってるので、ティント効果っていうのもあまりない感じがしちゃうけど、でもやっぱり若干色残りはしてるかなと思います。そして3番のレッド系を塗ってみます。なんだけど、やっぱ真っ赤っていう感じではなくってピンクが入ってる、ピンクというかオレンジというか、やっぱコーラルがちょっと入ってる赤っていう感じで、すごく塗りやすいし使いやすいなっていう感じがします。なんか1番のコーラルとそんなに色が変わらないっていうか1番のコーラルをもうちょっと濃くしたみたいな感じの色味だなって思います。どうでしょう、ちょっと半分落としてこっちにコーラル塗ってみますね。わかりますかね？こっちに今コーラル塗って、こっちにレッドを塗ってるんですけど、色味が似てません？すごく。もはやなんか同じに見える。まあでももちろんこっちの方が濃いんですけど、なんだろうな、色味の感じめちゃくちゃ似てますね。
なのでこのコーラルをもっと濃くした感じがこっちのレッドで、コーラルはもうちょっとナチュラルな感じ。でもどっちも色味の系統は似てるなーっていう感じがします。でもやっぱレッドを塗った方はすごい色残りが強いなーっていう感じがします。はい、ということで3色塗ってったんですけど、一番色残りが強いのはこのレッド系だなーっていうのと、やっぱり予想の通りこのベージュ系の色味はティント効果が少ないなーっていう感じがするんですけど、でも私的にはこの色味が一番好きですね。めちゃくちゃこの色可愛いです。で今回このベージュ系なのにティント効果があるっていうのがすごく気になって、どうせ1色買うんだったら全色買ってねデビュー動画を撮りたいなと思って今回3色とも買ってみたんですけど、全部の色味が全体的に私の好みな感じ。ティントって基本ブルベの人が似合うような色味が多くて蛍光っぽいのが多いんですけど、全体的に普通の口紅と同じぐらいな落ち着き加減でですね、すごい使いやすいなーっていう感じでした。やっぱこの色すごい可愛いとにかくこの色が可愛いっていう。はい、という感じで皆さんいかがだったでしょうか。ティント効果が少ないにしたってティント効果はあるので血色感っていうのは残ってくれるからすごくいいのかなって思います。あとすごい保湿力ありますねやっぱ。はい、ということでね、今回久しぶりにキャンメイクのレビューをしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。あまりね最近こういうなんだろう、なんかの商品にフォーカスを当ててレビューすることって少なかったんですけど、今回ねいろんな人のレビュー動画見てて私も気になっちゃってちょっと買ってみたので、久々にレビュー動画を撮ってみました。はい、ということで今回はキャンメイクのレビュー動画でした。気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。下に私が買った商品のリンク貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。